ね、あのまあ、ちょっとネタバレはもちろんここあのひょっとするとまだ見てない人もいるかもしれないから言えないんですけど、うん、はい、一度すべて見終わった方は、はい、すでに真犯人というか黒幕の正体が分かってるわけじゃないですか、はい、それなんてぜひ物語をね、黒幕さんの心の動きを考え、心の動きというのかな、もう分かってると思うんですけど、あれは、はい、黒幕さんを鑑賞している人との目線ではないですか、なわけなんで、はい、その目線はまあ、これ見てるのはコアな人だから言っちゃっていいんだろうけど、要するにほら、朗読者は脚色して語ることができるわけなんですよ、はい、うん、つまりさまざまな事象が第三者目線のテレビカメラで映したものではなくて、うん、黒幕の心の機微が視覚的に実は描かれているんだっていうところを見ていただけると、より、あ、黒幕の心情みたい、まあちょっとこれ以上は見る楽しみもあると思うんであれなんですけど、一個視点をね変えて見ていただくと、また新しい発見もあるかもしれないんで、せっかくなんでDVD 新しい見方でも楽しんでみてください。はい。